皆さんこんにちは。タロット使いのイマンです。ご視聴くださりありがとうございます。今日もこの動画を見てくださっている今のあなたへのメッセージをお伝えいたします。アンサイズ信法、ソウルメイトカード、そして私がいつも占いをしておりますマルセイユタロット、この3つを組み合わせて独自のリーディングをしてまいります。選択肢は A が椅子、B が香水のボトル、 C がフラメンコダンサーのお人形です。ピーンとくるもの、お好きなもの、何か感じるものがございましたらお選びください。それでは A の椅子から開いてまいります。シークナルエクスパートですね。専門家を求めましょうというカードです。マルセイユタロットは月の逆位置ですね。そしてイノセンスです。何か透明な美しい女の人が走ってますね。ではこの3つを組み合わせて読んでまいります。このシークナルエクスパート、口が回らなくてすみません。このカード引いた人、この方は今一人で何かと戦っていませんか？問題とか悩み事など一人で解決しようとか一人でやり遂げようとしていませんか？他の人に相談したり助けを求めたりするとご自分の考えとか意思とか気持ちが分からなくなるからとか、自分で仕切りたいからとか、また他の人を頼ることはプライドが許さないとか、弱い人間のすることだとか、あとは迷惑かもしれないなって遠慮しているとか。でもこのカードが出た時は、その道の専門家に助けを依頼してください、自分の能力の限界に来ているようですっていうことを教えてくれているんです。この絵を見てみてくださいね。女の子はもういつでも助けられると思うんです。じーっと見てるんですよね。でもこの虫、なんだかこうすごく苦しそうです。でも一人で頑張ってるんですよね。かわいそうになりますよ。そうですね。できないことはできないとか、もう知らないことは知らない、そして教えてもらったり助けてもらったりすれば本当に楽になるんですよ。で、それだけではなくて他の人を輝かせてあげられるって私いつも思うんです。私もたまに人に助けていただくこと、たまにじゃないです、よく助けていただくんです。で、とっても感謝はするんですけれども、その時よりもむしろ何かで私が誰かを助けることができた時、お助けすることができた時にすごく嬉しそうにこうありがとうとか言ってもらえると、もうあまりの喜びと満足感になんだかいつもこちらこそ助けさせてくれてありがとうって思うんですよね。だから助けてくれる人たち、あなたがもしもこう救いを求めて助けてくれる人たちがいるとしたら、その人たちのことをあなたは幸せにしてあげているっていうふうにも考えられるんですよね。そう思います。で、ちょっと月のカードの逆位置に移ります。これは私ね、月ってこれ大好きなカードなんです。でもなんて言うんでしょう、こう分かっていただけますか？こう分かるんです、自分のこのいろんな、なんか感情、なんていうのかな、受け止めることはできるんですけども、このカードからのメッセージを。でも言葉にしてお伝えする、出すっていうことがすごく難しいカードなんですよね。でも無理やりこのキーワードで考えると、この場合は過去に対する感情的な問題っていうのも浮かびますし、
迷い、思い過ごし、そしてあらぬ疑い、なんだかこんなワードが私は思いますね今回は。でこのままちょっと置いといて、あのイノセンスのカードに移ります。このイノセンスはもう文字通り純真さで、あなたは純真で無垢な存在ですというタイトルがついています。いつも思うんですけども、このあなたが純真無垢である、それを自覚できている人には出にくいカードのように思うんです。なんかだからむしろ自分は汚れているとか、横島な心とか横島な考えがあるとか、私欲があるとか、そういうふうな評価ばっかりしている人、そういう人がかえって引くような気がするんですよね。で、まあそう思っていても、そういう思いっていうのは反省を呼ぶので、反省を呼んでそして改善する、それに関してはいいんですけれども、そこでとどめておけばいいのに、なんかそれ以上もう後悔とか罪悪感とか自責の念になって持ち続けている人っているんですよね。で、あなたはもうこれまでのもうあらゆる状況の中で自分なりの最善を選択してきたんです。もうね、なんか前に聞いた話なんですけれども、人はもしも過去に戻ることができても、同じ状況下においてはその時以前にしたことと同じ行動を取る、今たとえ戻ることができても同じ状況下においては同じ行動を取るって、そういう言葉聞いたことあるんです。で、なんかわかるような気もするんです。なので、あの後悔も罪悪感も自責の念も持たないでください、ね、あの本当に文字通りその時その時の最善をあなたは選択してきたんです。で、もう一つなんですけど、自分の選択、そして決断、そして行動ですよね。それを他の人のせいにしない、でしてはいけないように、他の人の選択、決断、で行動による結果、それまでも自分のせいにしてはいけないんですよ、ね、みんなそれぞれなんです。だから、あの後悔罪悪感自責の念にエネルギーを注ぐのではなくて、カードが言っているように、あなたは純真無垢な存在であるよという、そういう真実に今はちょっとエネルギーを注ぎ込んでくださいね。そしたら、うん、そうして考えると、この月のカードもなんか思い過ごし、あらぬ疑い、これあなた自身に対するあの言葉ですよ。思い過ごしてますし、自分自身に対してあらぬ疑いかけてます、うん、で困った時は相手を喜ばせてあげるぐらいの気持ちで専門家を頼りましょう。では A は以上です。次 B のボトルに入ります。じゃん、あ、間違えて全部いっぺんに言っちゃった。1枚目 Give it to God ですね。2枚目、マルセイユタロットは、あ、皇帝の聖地ですね。そしてソウルメイトはトゥルースフルネスですね。これいつも光って見にくいですね、はい、では順番に読んでまいります。Give it to God、 これは神に委ねましょうっていうタイトルがついてるんですけど、これ神っていう言葉に拒否反応を示す人っていらっしゃるんですよね。すんなり受け止められる方もいらっしゃいますし、なんか嫌で受け止められない人もいるんですよ。なのであんまり神神って私は言いません。ただ伝わるメッセージだけお伝えしますね。これはこのカードはもうズバリ、心配しても何の役にも立ちませんってことを言っています。私たちには不安や恐れを現実化する力があるんです。で、別に不安や恐れだけじゃないですよ、全てのものを現実化するっていう力はあるんですけども、不安や恐れも現実化する力があるので、心配するのはやめましょうと、そういうことを伝えているカードです。
でもそうやめましょうと言われたからといって、もう心配しませんとか、私には心配の種はありませんとか、そういうふうにただ唱えていても、あなたの潜在意識下では心配の種がしっかりあるので、まあ、ごまかされるものではないですよね。ごまかせるものではないですよね。で、それではどうしたらいいのかっていうことで、このアドバイスなんです。神に委ねましょうと、まあ、神でも宇宙でも何でもいいんですけども、あなたがすんなりとこう受け止められる存在でいいですよ。亡くなったおじいちゃんとかでもいいんです。委ねましょう、ね、で そこに起こっている計画とか、それにいかにして私たちが守られているのかっていうことも私たちには分かってないんですよね。でもあなたの想像の範疇を超えるような計画っていうのが必ず存在するんです。もう想像もつかないような素晴らしい計画な、もうあらゆる方向からなんていうかな、入ってくるような、結果、そういうのが存在するので、全て委ねてお任せして安心してみましょう、ね、でそうすると安心が現実化するんですよ。考えてみてもお分かりだと思うんですけど、不安や恐れが現実化した場合と、この安心感が現実化した場合、絶対あなたがこう受ける現実違いますよね。でそのままこの皇帝の聖地を読みます。これもうズバリですよ。皇帝は現実化とアイデアの具体化、そういうカードなんですよね。でこちら分かりますか。この皇帝のヘルメットにコンパスが刺さってるんです。これコンパスなんですけども、これはまあ建築という意味があるんですけども、別にその建築家だっていうそんなのではなくて、女帝のカード、女帝が思いついたアイデアを現実世界に実現する、で具体策を計画設計実現する、そういう存在なんです、この皇帝は。だからその皇帝がこう心配そうに私には見えるんですけども、この Give it to God のカードを見てるっていうのは、あなたの不安や恐れが現実化したらどうしようって、僕そうしてしまったらどうしようってことなんですよ。だからぜひ皇帝を安心させてあげてくださいね。で皇帝っていうのは経営者とか指導者とか役員とか、ちょっとそういう存在のことも象徴しているので、もしもですよ、あなたが経営者だとか、あと、なんでしょうね、何でも、もうじゃあ経営者だったとしましょう。そしたらそんな不安なとか恐れを現実化してしまったら、それはちょっと悲しいですよね。で、次です。トゥルースフルネスですね。これ真実を語りましょうっていうカードです。言霊っていう言葉浮かびますよね。古代の日本で言葉に宿っていると信じられていた不思議な力、もう走った言葉通りの結果を表す力があるっていうふうに言われていましたよね。これ別に古代日本だけではなくて今でもそうだと思うんですよ。言葉は現実を作り出します。なので真実を語りましょうというこのタイトル通り、いつでも自分の真実を尊重してあげる、で自らの真実を語ってください。真実を生きるっていうことは、自分に対しても他の人に対しても常に誠実でいるっていうことだと思うんです。だから気に入られるためにお世辞を言ったり、ご機嫌取りをしたり、愛想笑いをしたり、それが心からのものではない言動だったとしたら、あなたの心がモヤモヤすると思うんです。納得がいかないんですよ、あなたの心の中で。でも真実を語れば言葉にエネルギーは与えられるし、あなたの言葉のパワーも力も増すんですよね。そうすると現実化の速度も早まるんですよ。なので真実を語りましょうなんですけど、ここで注意はまるで子供のように真実だからといって何でも思ったことズバリという、それが真実を語ることっていうのではなくて、このカードが言っているのは我々の真実は愛ですよってことなんですよ。それが誠実ですよってことなんです。
なので愛に基づいた言葉を出しましょうってことなんですよね、うん、3つ組み合わせていくと何かそういう現実化、する際の注意事項みたいに思いますね。はい、それでは、B の方も以上で終わります。次は C のフラメンコダンサーの人形です。開いていきます。レボーですね。反逆者で、マルセイユタロットは最王の正位置ですね。で、ソウルメイトカードはシェアリングですね。分かち合いですね。それでは3つ組み合わせて読ませていただきます。一つ一つの方がいいかな。この反逆者なんだかちょっと可愛いんですけど、こちらですよ。これこの反逆者は仕えている主君に背いています。主君とは誰でしょう。でそれはあなた自身なんですよ。でもこのちょっと可愛らしい、私にはとっても可愛らしく見えるんですけど、この反逆者、この反逆者は誰なのっていうと、それもあなたの中にいるあなた自身なんですよね。で主君であるあなたに、ことあるごとに恐れとか不安とか、あとは不満ですね、そういうものを叫んでこれまで翻弄してきたんですよ、あなた自身を。でもこのカードが出た時っていうのは、もう反逆者を改心させるか消滅させてしまう、そんな時が来てますよっていうお知らせです。で見てるとここにストップさせている、なんかどこか紳士的な人がいますよね。紳士的な態度でこの反逆者を癒してあげればいいんじゃないでしょうか。私はそう思います。っていうのはですね、今ここに最王が見えたからなんですよ。最王の聖地、最王のキーワードの中に、ちょっとニュースをこっち行ってもらう、母っていうのがあるんですよ。お母さんで、このお母さん、この最王はもう知識も知恵もあるし、すごい重要性に満ち溢れてるんですよ。受け入れる、そんなお母さんがこのちょっとやんちゃ坊主を、可愛く見えませんか、を落ち着いて見守っているように思うんです。私にはそれしか見えないですね。でそこでこのシェアリングですよ。シェアリングというのは、あなたの光を他の人たちと分かち合いましょうって、確かそんなタイトルなんですよね。で光っていうのは、お一人お一人が持つ才能とか知識とか、経験とか豊かな個性です。そのことを光って表していると私は思いますね。このカードはまずあなた自身が、あなたの持つ素晴らしいこうお宝、今言ったような才能、知識、経験、豊かな個性とか、そういうのに気づいて、そして他の人たちにそれらを他の人たちのために生かしてくださいって伝えている、お願いしているカードですね。って思うに、光というのはこう分かち合えば分かち合うほど減っていくのではなくて、より輝きを増すと思いませんか。減らないんですよね。であなたの光があちらこちらでこう輝くことになるんですよ。でそうするとその光にまた良きものとか良きシチュエーションなどが集まってくるんですよね。でなんかこの3枚を組み合わせて感じるのは、漠然と感じるのは、なんかあなたの霊的な成長とか進化、そういうのが期待できるようなカードですね。いい感じです。それではこれで今日のリーディングを終わらせていただきます。ご視聴くださりありがとうございました。愉快な時をお過ごしください。